はい、どうもこんにちは、たけるです。さて今回はサイバーマンデーで買ったもの、その3です。はい。3つ目、これラストですね。まあね、箱は大きいんですけれども、サイバーマンデーで買ったものは1つちっちゃいの。で、もう1つ別にね、普通に買ったものもありますので、そちらはまた改めて紹介します。はい。では今回紹介するのはこちらです。Humixx の iPhone ケースでございます。今ですね、iPhone こんな感じで、ケースつけてるんですけど、これ自作のケースです。自分でデザインしたケースなんですけれども、そこにアイリングつけてるんですけど、今回買ったものは、クリアケースです。はい、クリアケース。なので、iPhone のローズゴールドがそのまま楽しめちゃいますよっていう感じですね。で、この商品買った時に、一番最初に、おーって思ったのが、薄さです。本当に薄いらしくて、なんだろう。もう iPhone をそのまま持ってますよみたいな感じの薄さらしくて、ウルトラスリムって書いてあります。まあ詳しく見ていきましょう。はい、ケースですね。こちら。iPhone 7と iPhone 8に対応したケースになります。じゃあ開けていきます。オープン、ダダダダダダ。これがケースですね。おー、丁寧に梱包してあります。この段階ではあんまよくわからない。普通の透明のケースとはあんま差がない感じ。おっと、これは前に引き続きまして、ハッピーの反対はノートハッピー、あ、これパクリですね。で、説明が書いてあります。ハッピーノートハッピーって、これ主流なんですかね今。わかんない。もういいや、はい。もういいや、はい。おっと、これ。あ、なるほどね。なんとご丁寧に保護ガラスまでつけていただいております。あ、これ嬉しいね。わかるかな？傷。すごい傷いっちゃってて。これは嬉しいですね。保護ガラス付きの透明のケースですね。ちなみにこちら、裏面はポリカーボネート、ハードケースなんですけれども、側面は TPU なので、柔らかい素材ですね。美しく見せつつも、守ってくれる。そんな素敵なケースになってます。じゃじゃじゃん。あー、なるほどね。あ、なんかすごいいい感じだわ。この、うまいこと、この、ポリカーボネート、ハードケースと TPU、ソフトの、この間の感覚がすごい好きです。あ、ストラップホールがついてます。おー、これプラスのポイントですね。こういうハードケースの場合、やっぱ傷がつきやすいっていうのもあるんですけれども、四隅がね、ちょっと、ボコッと浮いてます。なので、こういう風に下に置いたとしても、裏面が傷つくことはないのかな。うん。まずはね、保護ガラスからですよ。保護ガラス。はい。カメラの穴は開いていないタイプですね。スピーカーの穴だけが開いているタイプです。よし、じゃあ、この説明書通りにやってみます。はい。なんとか、綺麗に貼ることができました。そこの部分もね、ちゃんと穴が開いてます。スピーカーとライトニングとね。こちら、音量かな？音量側も、ボタンのところがくり抜かれていません。ちゃんと守られています。ここも電源は守られてます。じゃあ、はめてみます。ガチャン。ペラ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 。わかるかな？リンゴマークを見ればわかると思うんですけど、ちょっとザラザラしてますよね。これ、点々、ドットがありますよね。多分この iPhone がひっつかないようにするための仕様なんだと思います。うん、多分そういう仕様ですね。ちょっと残念かな。でもカメラの部分もちゃんと高さ的に大丈夫だね。カタカタしない。全くしません。全くしない。裏面は硬いけれども、側面は柔らかいよっていう感じ。ただこの側面が TPU っていう素材なので、もしかしたら黄ばんでくるかもしれません。まあ、それは性質上仕方ないんですけれども、可能性はあります。で、ボタンの押し心地なんですけど、全然問題ありません。わあ、これいいな。ボタンめっちゃ押しやすい。持ってても全然滑らないです。ハードケースって結構ね、滑りやすい性質があるんですけれども、これあんま滑らない。なのに、綺麗。めっちゃ綺麗だね。これはいいな。なんか嬉しくなるね。ザ・ iPhone みたいな。ただし、このなんかドットがあるのがすごい気になるな。そこだけですね。それ以外は完璧。言うことなし。イェイ。はい、いかがでしたでしょうか？いや、本当にね、薄いって言ってる意味がすごいわかりました。本当に軽いし薄いしいいですね。ケース本体とフィルム合わせて、これが1500円で買えちゃいます。この時タイムセールだったんで1000円強かなはなんか初めて iPhone7 買った時みたいな感覚を思い出しますね。では今回はこちらの Humixx の iPhone ケース iPhone7、8の、クリアケースの紹介でした。他にもカラーバリエーションはあったのでよければ、概要欄のリンクからチェックしてみてください。ではこの辺で終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。以上、たけるでした。バイバイ。